はい、こんばんは。2020年4月5日、ウェーバー桜学校を始めたいと思います。で本日は、まず数学について、対角線から四角形を見るという論点で数学の勉強をしたいと思います。でそれの次に理科では耳の仕組みについて説明いたします。で最後に船橋市内の新型コロナの状況についての報告をここしたいと思っております。以上3部構成で10分ずつやります。最後の3部は、ウェブ朝倉学校というよりも、市議会議員としての報告というふうにお考えください。それではまず数学、対角線から見た四角形について、ご説明いたします。対角線から見た四角形と外接円ということですね。はい、どういうことかと言いますと、まず四角形の一般的な分類について整理をいたしますと、こんな感じになります。四角形は、一般的な四角形の中に、特殊な四角形として台形というのがあります。一組の辺が、対辺が平行なやつですね。この矢印は、平行を示しております。そして、その台形の中にさらに特殊な台形として一組だけじゃなくてもう一組 の, あの対辺も平行になっている、二組の対辺が平行という、平行四辺形があります。でさらにその平行四辺形の中に特殊な、平行四辺形としてひし形と長方形というのがあります。でひし形というのはどういうことかというと、長方形の方が分かりやすいから最初に説明していますね。長方形はこれそれぞれ平行で平行四辺形の一種なんですが、ここの内角が直角なんです。で内角が直角ということになりまして、4つの角が直角というのが長方形です。で一方ひし形の方はこの平行四辺形の一種なんですけど、平行四辺形においてはここの辺のとこの辺の長さは等しいとは限らない、むしろ違う方が多いんですけど、ひし形の場合はこの辺とこの辺が長さが等しいということになります。そうすると4辺とも長さが等しい形になりますので、こう形になります。でこの形だと平行四辺形に見え、の一種に見えると思うんですが、この形が実はこれを向きを変えるとこの形になりまして、いわゆるダイヤ型ひし形の形になりますね。でこの2つのひし形と長方形の性質を両方兼ね持ったものが正方形です。4辺の長さも等しいし、4つの内角がそれぞれ直角ということになります。でこれが一般的に辺に注目した四角形の分類ですね。四角形はだいたい辺に注目してまず分類してみるんですね。ところが今日は辺ではなくて、別の注目をしてみたいと思うんです。それは何かというと対角線に注目してみようということです。で、四角形のこの、離れた同士の頂点を結ぶ線を対角線と言います。角度、対面する角、対角を結ぶ線ですので対角線と言います。で、四角形というのはこの対角線が骨組みのようにあって、その周りにこうやって辺が張り巡らされている構造として見ることもできますね。これが骨組みがあれば、その周りに辺を張り巡らされば自動的に四角形ができると考えることもできるので、対角線のが決まれば四角形も決まってくるんです。さて一般の四角形は対角線の特徴に特に違いは、特徴はありません。台形もあんまり特徴がない、対角線としては特徴がないですね。でところが平行四辺形からは対角線に明確な特徴が出てきまして、この対角線とこの対角線をお互いを二等分するんですね。でこれちょうど交点があるんですけど、交点でこの切られるところでこの赤左右が同じ長さになります。でこの青い方もこれのところで左右が、これが同じ長さになります。対角線お互いを二等分、あるいは別の表現をすると、対角線はそれぞれの中点、真ん中の点のことを中点と言いますので、それぞれの中点で交わるという表現もできます。さてその次に特殊な平行四辺形とか、の一種、特殊な平行四辺形であるひし形と長方形は当然平行四辺形の一種ですので、お互いを二等分するという性質も持ちながら、同時にさらに
プラスアルファの性質があります。でまずひし形の方はこの2つの対角線が垂直に交わるんですね。で一般 の, あの多くの平行四辺形がこれ垂直に交わっているとは限らないんですけど、これ垂直に交わる。で垂直に交わると実はひし形になります。でこれはこの形だと気づきにくいと思うんですけど、このダイヤ型にすると、まあ、真ん中の線が垂直に交わっているとよくわかりますね。これ向き変えてるだけです。同じものです。はい、ということで、で次長方形の方はどういう形かというと、どういう特徴かというと、対角線の長さが等しい。この2つの対角線で一般の平行四辺形はこの長さとこの長さ等しいとは限らないというか、まあ、等しくないことの方が多いんですけど、これは全く等しいんですね。さてでそうすると正方形はこの2つの性質を兼ね持ってますので、対角線が直交し、なおかつ長さが等しいということになります。でさらに気をつけて、気がついてほしいのは、これの長さとこれの長さが等しい。でこれがお互い二等分するから、この長さ全部等しいということになります。そうすると何か、この長さが全部等しいと聞くと何か思いつくことありませんでしょうか。これこういうことなんですね。はい。四角形に外接した円を描けるのかということですね。四角形の三角形は必ずその三角形の頂点3つを通る円を描けるんですね。これは必ず外接円というのが描けます。とか四角形は、3つは通るけど4つをきちんと通る円は描けるとは限らないんです。で描けないことの方が多いんです。で、まあ、一般の四角形も描けませんし、台形も描けません。で平行四辺形も描こうと思って努力すると、こっちの短い方の対角線、まあ、ちょうどこれが中点で交わってくれてるので、これを円の中心と見立てると、これ左右、これはちょうどその 円の、ここを中心に取ると、これはそのこの長さの半径を取って円を取ると、これこっちも通りますね。ところがこっちに合わせて円を描くとこっちは通らないんですね。かといってこっちに合わせて円を描くと今度こっちは通らないということで、2点を通る円は描けるけど、そうするともう残りの2点が通らないという形になりまして、まあ、4つを通る円は描けないんです。外接円は描けません。で、ひし形もどうかというと、ひし形も今の話と一緒で、短い方の対角線の方に合わせた円を描くと、こっちは通るんだけどこっち通れない。で、長い方の、対角線に合わせた円を描くと通れないんです。ところが、正方形と長方形は先ほど言ったようにこの対角線の長さが等しいと、でなおかつそのぞれの中点で交わる。そうするとこれ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 の長さ全部等しい。つまりこれを円の中心と見るときちんとこれ全部半径になりまして、きれいに外接円が描けるんですね。で正方形も同様です。正方形もということで、この特徴です。長方形と正方形に限ってはですね、他の四角形ではダメなんですけど、対角線の交点を中心とし、外接円、4つの頂点を通る外接円のことですね、円を描くことができるという性質があります。この性質、対角線に注目して知っておいていただきたいんですね。それでは実際にそれが聞かれた問題をやってみましょう。まあ、2009年の千葉県公立高校入試の、有名な問題というか、まあ、非常にいい問題と言われているものです。図は長方形 ABCD において対角線 AC を引いたものであると。一本の対角線が AC と共通で、もう一本の対角線が AD に垂直な四角、長方形を作図しなさい。1本の対角線はこれで、もう1本の対角線が AD に垂直ですが、ここら辺にまあこんな感じに書いて、でここのを通る円を、長方形を描きなさい。ここを対角線だとしたら、こんな感じの長方形が描けるはずですね。でそれを描きなさい。じゃあどうやって考えるか。YouTube を見てる人はちょっと止めて、今まで言ったことのヒントをもとに考えてみてください。それではいきます。答えはこういうふうになります。
でまず、まあ、垂直この AD に垂直ですので、まあ、まずは垂直二等分線を書いてみます。まあ、垂直二等分線とは別に指定されてないんですが、作図で描けるのが垂直二等分線ですので、まあ、まずはその垂直二等分線を描くと、実はそれがそのまま答えにつながるんですね。まあ、垂直二等分線を描くために D からコンパスでこう引いて、同じ幅で A からこう引いて1、2ですね。そしてここを結んで垂直二等分線を描くんですね。でそうするとこの垂直二等分線はこの赤の点は実際の問題ではこう書いちゃいけないんですけど、ちょっと説明のために強調して書きました。でそうするとこう通りますと、それが AC と交わる点がこの4番になります。さてここで注目していただきたいのが、対角線、長方形の対角線の一つはこうだと。そしてこれちょうど垂直二等分線ですので、やっぱり AC のこれ中点になってるんですね。ちょうど真ん中の点になります。まあ、これはまあ厳密に証明すると、こことここをお互い結ぶ、まあ中点連結定理ということで説明できるんですけど、まあでもまあそこまで考えなくても、あの図的にちょうど真ん中だということは分かると思います。そうするとこことここが、ちょうど対角線の交点になって、これが、交点から頂点までの距離になりますね。でそうするとさっき言ったように長方形は外接円が描けるはずだという原理からすると、この幅で円を描くんですね。コンパスでこの幅を取ってここを中心として円を描くとぐるっと巻きます。でそうすると今度この6番の点が、まあ、この線と交わるところに点が、特定できます。そうすると最後にこれ全部結んでいくと、この赤が7番が答えなんですね。ということで、対角線の性質を知っていて、長方形、正方形が、対角線の交点から外接円が描けるというこの性質ですね。この性質を知ってると、この2009年の問題は、まあ、解けるという話でありますので、四角形を対角線で注目するという発想も、まあ、一般的な四角形のこの当然この分類の基本点も重要ですけど、同時に、対角線での分類の論点ですね、そして外接円が描けるかどうかという分類の論点も同時に、知っておいていただけるとよろしいかと思います。どうもご清聴ありがとうございました。10分ほど休憩して理科耳の話をいたします。